そちらの方にぜひぜひ少なくてもいいので何か募金していただければいいなと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今からスタートさせていただきます。明日できること、明後日できることはたくさんありますが、今日できることはとりあえず皆さんが元気で今日一日楽しむことだと思います。皆さんグラスお持ちですか？持ってますか？持ってる人高く上げて、上げて、上げて。さあ、関西から、そして関西学院から日本を元気にするぞ、みんな乾杯！ちょっと冒頭から暗い感じになってしまったんですけど、ここからはもう明るく皆さんでワイワイやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。このイベントの趣旨としては、スーゴというイベントで、皆さん、関西学院大学、またその関係者の方々もすごい方を呼んで、皆さんで少しでもネットワークがつながっていけばいいなと思って企画しました。いろんな方、多様性がいろいろある感覚だと思うので、いろんな方と今日おしゃべりして、素敵なイベントになるように皆さんで作っていってほしいなと思うので、ご協力の方もよろしくお願いします。今日の簡単な流れなんですけども、僕の今挨拶があってもう完全に押してますけども、その後ちょっとアイスブレイクって書いてあって他己紹介、ゲームみたいなことをして、その後、今日は3人の方にちょっと前に出て話をしていただこうかなと思っています。その後自分たちのこの団体の学祭ゼミの紹介をして、クエスチョンタイムフィナーレで終了という感じになっております。でですね、ここから、はい、ではちょっとゲームをしたいと思いますので、皆さん一度立って